こちらのスマートフォン、電波がないところでも搭載された AI がリアルタイムで通訳をしてくれるんです。テレビ朝日はどこですか韓国の電気大手、サムスンの最新スマートフォン、ギャラクシー s 2 4シリーズは世界中の人とのコミュニケーションを円滑にするためのさまざまな AI 機能が搭載されています。 電波が入らない状態でも即時に通訳する機能に加え、通話中の音声を端末が自動で同時通訳して、外国語を話す人とリアルタイムで会話できる機能もあります。日本語を含む13カ国語に対応するということです。他にも、AI が画像の背景を自動で生成する機能や、Google が手掛ける検索の AI 機能も初めて搭載されます。 価格は12万4700円からで、今月11日から発売されます。